皆さんこんにちは、カーダです。尊い命やっていきましょう。早速その命がもう危険にさらされているのか、捕まっているんでしょうかね。そして目がクワッと開いて、これは覚悟を決めた者の目なのか。始めていきましょう。何も話すことはない。どういうことなんだ。なるほど、拷問をしていけってことか。詰める、脅す、ビンタ、休憩、優しくする、尋問、逃がす。おお。そして体力と心の余裕。尋問とある通り、おそらく何かを吐き出させようと、ゲロ以外の何かを。ただし体力、心の余裕、どちらかがなくなってもいけない。夏気度ってのもありますね。喉の下をよーしよしよしよしってやって懐いてもらおうか。じゃあまずは逃がす。まだ返すわけにはいかない。ダメだった。いきなり尋問。特に言いたいことはないようだ。じゃあビンタ。パチン。ああ、体力も心の余裕もなくなった。じゃあビンタ。尋問。ああ、ダメか。まだ余裕あるみたいだな。じゃあここはまず休憩をさせて。休憩させた。枕と布団両方与えるのが。つねる。痛い。つねるのは痛いぞ。脅す。死ぬほど痛いことするから。なるほど。これでバランスよく削っていきと。ダメか。懐かせないとダメか。アメとムチってことかい？休憩させて。お、懐いた。じゃあ優しくすると。なでなで。懐き度が上がった。尋問。まだダメか。ほーら、いい子いい子。よーしよ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 し。角砂糖いくつ欲しいんだい？ 3 つか。あげねえよ。じゃあ次は爪を剥いでみようか。怖い怖い。優しくして。懐き度はすぐたまるね。これで尋問ができるようになった。どうせなら懐き度ハート5個たまってからの方がいいのか。懐き度はマックスだけど尋問がつかなくなっちゃったね。やはりここは削っていかないとか。これで夏気度マックスの時に尋問したいな。まあ一応やってみるか。尋問。彼女は好きな食べ物はハヤシライスだということを白状した。いい秘密をありがとう。クックック。選挙に一度も行ったことがないということを白状した。なんて野郎だ。クックック。ちゃんと行けよ。回数なのかな。彼女は無線 LAN の仕組みをよく分かっていないということを白状した。クックック。わしもだ。彼女はどうして自分が尋問されているのか分からないということを白状した。クックック。俺らもなぜ尋問しているのかが分からない。脅す。もっと脅す。そろそろ殺すか。冗談ですよね。ゲージがこれなくなっちゃうとやっぱり死んじゃうのかな。ダブルつねり。そんなのもあるのか。あ、消えかかっている。彼女の霊気が消えかかっている。よかった。存在を取り戻したぞ。あ、なぜコロタシ、尊い命が失われた。なぜ尋問されているのかわからない。あの下り以降尋問が出てこないから、もしかしてあそこ最後かな。まあ、夏気どもマックスになったから一回逃がしてみよう。お逃げ。ダメか。いい顔になってきたな。夏気どを5で持続させつつ、体力心の余裕をギリギリまで削っていく。それが大事なのかな。あなたはどうして自分が尋問しているのかわからないということを白状した。こっちがゲロった。じゃあお互いなんで尋問して尋問されているのかわからないということが分かったので、逃がそっか。解放してあげますか。リリース。元気にお家へ帰っていった。バイバイ。また尋問しようね。クックック。お元気で。尊い命が救われた。終わり。おしまい。なんだこれ。